おはようございます、シュウです。めちゃめちゃ天気いいですね。ちょっと風が強いんですけども、今日はですねタイガーでキャンプに行きます。やっとですね俺のキャンプシーズンが来たなと。というのはもう昨今のですねキャンプブームで全く行きたいキャンプ場予約取れなかったり人でいっぱいだったりするんですけども、やっとですねやっと寒くなってきました。今日も結構寒いですね。もう完全に冬キャンがですね俺のキャンプシーズンってことで、今日ですね実はもう冬の、キャンプということで薪ストーブ持ってきてます。なので完全にもうフル装備なんですけども、やっぱりアドベンチャーめちゃめちゃ積載能力あってですね、結構まだ入るんですよね。それぐらいフル装備なのに余裕を持ってるっていうのがあるんですけども、実はですね、今回新しいテントを買いました。以前からですねずっと欲しくてですね、自立型のドーム型テントですね。で完全に一目惚れしたテントがありまして、このタイガーにすごく合うんじゃないかなと思って購入しましたんで、今日はそれを使ってですね、キャンプしようと思ってます。で行き先なんですけども、まずまあ初めてのテント設営なんで、やっぱりあと温泉が入りたいんで、まず第一希望として青根キャンプ場で、青根キャンプ場がいっぱいだったら椿王とで、それもいっぱいだったらまあ絶対大丈夫の同志の森キャンプ場ですねに行こうかと思っております。
実はですね、これダイソーで買った商品です。500円で買いました。これ何かというとですね、棚なんですね。棚っていうか、本来は、これ靴置きなのかな、靴を置いたりするものだと思うんですけど、無理やりですね、これをなんて言うんだろう、キャンプ用の棚として買いました。結局さ、家じゃバイク眺めながら飲み食いなんてできないからさ、俺のガレージ持ってねえからそうなるとね、ほんとキャンプでしかこうやってバイクを眺めながらってできないからね。どうよこれ、いいんじゃないこれ。いやこれ、この広さたまんないよね。素晴らしいよ。それに応じてですね、広いんで、リモコンの電気も買いました。すごいっすよね。電気で、リモコンで消せますんで。あとですね、まあいろいろごちょごちょ買ってるんですよ。例えばこれですね。これも夜活躍するものと、あとこれですね。これちょっと期待してるんですけど、このワックの、LED なんですけど、これめちゃくちゃ明るいんですよね。これめっちゃ明るいんで、これちょっと夜が楽しみですね。